こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。この動画では予算を大幅にアップせず、外光のおしゃれ度を上げたい、ワンランクアップさせたいという方におすすめの比較的安くておしゃれな高見えエクステリアを全部で8個ご紹介します。今回はフェンス、カーポート、門柱の3つのグループに分けてお話ししていきます。商品と合わせておすすめの取り入れ方も解説しますので、外光をおしゃれにしたい方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速、高見えフェンスからご紹介します。フェンスといっても、こういった横板タイプのベーシックなデザインから、縦格子やパネルタイプなどいろんなフェンスがありますが、今のおすすめはこういった細いフレームタイプのフェンス、最近の流行りでもありますね。フレームタイプのフェンスは転落防止や侵入防止、それから目隠しといった、これまでフェンスに求められてきた機能のために使うのではなく、あくまで見た目のかっこよさのために使うものと思ってもらった方がいいです。高見えするフェンス、フレームタイプのフェンスのおすすめの使い方は、アクセントとして取り入れる方法。例えば門周りに植栽スペースを作ったけど、植栽をたくさん育てる自信がない場合、こんな風に植栽とフェンスを組み合わせて門周りのアクセントにするのがおすすめ。お手入れの負担を減らしつつ、ナチュラルモダンなおしゃれな空間ができます。それから敷地の境界や駐車スペースと玄関アプローチをなんとなく区切るアクセントにもおすすめです。フェンスや塀ほどしっかり仕切らないので、抜け感のある外光を演出することができます。フレームフェンスはトレンドアイテムなので、各メーカーからいろんな商品が出てますが、今回おすすめするのは3つ。安くておしゃれな高見えエクステリア、1つ目はリクシルフェンス AL。 笠木の下側、裏側にライン状の照明を埋め込むことができるのがおすすめポイント。昼間は黒の細いラインがデザインのポイントになって、夜は照明の明かりが浮かび上がる、そんな高級感のある空間を演出できます。玄関アプローチに沿って設置すると、足元を照らす照明としても活躍します。安くておしゃれな高見えエクステリア、2つ目は YKKAP ルシアスフェンスライト。笠木の幅などディティールにまでこだわって作られているフェンスです。細いラインが好みなら A 型、もう少し存在感を出したかったら B 型と、好みによってデザインを選ぶことができます。安くておしゃれな高見エクステリア、3つ目は YKKAP プリュードパーテーションフレームユニット。名前にもあるように、デザインのアクセントに入れるパーテーションです。一つだけ取り入れるよりも、高さやデザインの違いを自由に組み合わせて取り入れるのがおすすめです。個性的なフレーム構成がワンランク上の上質なファサードを作り上げてくれます。ここ数年のおしゃれカーポートといえば、リクシルのカーポート SC がその代表格。最近発売された三強アルミの F2、 YKKAP のプレーンルーフもそうですが、シンプルなデザインで、屋根も柱も全部アルミでできたタイプのカーポートが人気なんです。でも屋根までアルミ素材のこのタイプは、なんといっても高い。予算オーバーで諦めるということも少なくありません。そんな時に検討してほしいのが、安くておしゃれな高見エクステリア4つ目の三強アルミスカイリード。スカイリードはすっきりした屋根デザインが特徴のポリカーボネート屋根のカーポート。カラーバリエーションはいろいろありますが、この春に出たブラックポリカーという真っ黒なポリカーボネート屋根にするのがおしゃれなんです。素材やデザインは通常のポリカーボネートのタイプのカーポートと同じなのですが、フレームも屋根も黒なので、フレームが目立たないんです。これがアルミ素材のカーポートの雰囲気に近くてかっこいいということで、発売当初から人気なんです。オールアルミ素材のカーポートよりもリーズナブルですし、本当におすすめです。ただし、実はブラックポリカは近くで見ると屋根が波打っているのが目立ちます。従来のクリア系のポリカーボネートでも同様にわずかに波打つことがあるのですが、半透明ということもあって目立たなかったんです。強度上は問題がないのですが、完璧なフラットではないので、気になる人は気になるかも。ここだけは留意点としてお伝えしておきます。とはいえ、アルミ素材のカーポートよりも安くて黒のかっこよさが手に入るというメリットはかなり魅力的です。ブラックポリカの他にはツートンカラーもおすすめです。オールブラックは黒のボリュームが多すぎて外光全体が重たい印象になってしまうなという時でも、適度な抜け感があっておしゃれ。とにかくかっこいいカーポートでコスパがいいものをお探しなら一押しです。スカイリードの開放的な屋根のデザインもいきますし、柱の黒が外光のアクセントにもなります。針にダウンライトを入れると、夜もかっこいい高級感あふれる駐車場になります。おすすめ高見え門柱は、機能門柱と造作門柱、そして表札のおすすめ商品を紹介します。機能門柱については本当に様々なデザインの商品があるので、正直お好みで選んでいただくのが一番ですが、
今回はまだあまり多くは出ていないので人とは被りにくいおしゃれな機能紋帳をピックアップしました。それが安くておしゃれな高見エクスリア5つ目、 YKKAP のシャローネポストユニットです。ベーシックなラインのルシアスポストユニットと比べてより高級感が感じられる鋳物タイプのデザイン、金属を型に流して成形する鋳物風のアルミ鋳物を取り入れたデザインなので重厚感や高級感のある紋中です。でも価格帯はルシアスポストユニットの木目調タイプと同じぐらいというのが一押しポイント。鋳物といえば洋風デザインとの相性がいいですが、シンプルモダンスタイルにも似合います。高級感とかゴージャス、エレガントといった雰囲気を演出したい方におすすめです。ちなみに同じデザインでプリュードアクセサリーパネルという商品もあります。こちらは造作紋中のアクセントに使えるアイテムです。造作紋中については仕上げの素材を2つ紹介します。安くておしゃれな高見エクステリア6つ目はアイコット量は600角タイル。タイル張りの紋中ではここ数年 30cm×60cm の長方形のタイルを貼るのが主流です。横長の紋中に横長のタイルなので相性は抜群。ガーデンプラスでも根強い人気です。ただ定番なので他とはちょっと違うデザインがいいという方や印象的な紋周りにしたい方には長方形ではなく正方形のタイルをおすすめします。今までも 60cm×60cm のいわゆる600角と呼ばれるオーバーのタイルはあったのですが、サイズが変わると金額も上がるので予算の都合上長方形でということも多かったんです。ですが最近は流行ってきたこともあって徐々に安い商品も出始めました。中でもアイコット両和というタイルメーカーのタイルはほとんどの商品が 30cm×60cm の長方形と 60cm×60cm の正方形のタイルで金額が変わらないんです。デザインのバリエーションも豊富ですし、何よりおしゃれ、そして品質もいい、なのに比較的リーズナブルというのが本当にすごい、おすすめのタイルメーカーです。600角の大判タイルのおすすめの取り入れ方は大きめの紋中に貼ること。幅 1.5 メートルやそれ以上など大きめの紋中に使うと存在感のあるおしゃれな紋中になります。逆にコンパクトなサイズの紋中の場合は長方形のタイルやモザイクタイルを組み合わせたり、こういった細かめのタイルの方がタイルのデザインが活かせることが多いです。安くておしゃれな高見エクステリア7つ目は東洋工業スレンダーウォール。スレンダーウォールは化粧ブロックというあらかじめデザインが施されたブロックです。一般的に造作紋中はこんな風にコンクリートブロックでベースを作って塗装したりタイルを貼って仕上げることが多いのですが、化粧ブロックで紋中を作れば仕上げの塗装やタイルが不要なためコストダウンや工期短縮がしやすいというわけです。スレンダーウォールは一般的な 40cm×20cm のサイズの化粧ブロックとは違い 80cm×10cm という横長の形。この特徴的なスタイリッシュな形とテクスチャーがおしゃれなんです。横に長い距離で積むとよりシャープでかっこいい印象にすることができます。色味はクールモダンなプレミアムホワイト、ダークグレーや少し温かみのあるチャコールグレー、ベージュ、アイボリーなど今風のお家のデザインに合うラインナップになっています。業界ブロックに使うにはちょっともったいない紋中や紋周りなど外交の主役になる場所にぜひ取り入れたい化粧ブロックです。最後にご紹介するのはお家には欠かせない表札。こういうプレートタイプの定番デザインや切り文字タイプなどいろんな表札がありますが、特におすすめなのが黒の細長いラインの表札。最初に紹介したフレームフェンスと同じく黒の細いラインが外交デザインのポイントになります。おすすめの取り入れ方はシンプルな造作紋中へのコーディネート、塗装仕上げや大判のタイル張りなどできるだけフラットでシンプルな背景の上に配置するとおしゃれです。安くておしゃれな高見エクスリア8つ目はミノークラフトアートライン。細くて黒いラインの上に切り文字タイプのお名前が載るデザインです。立体的で洗練された紋周りを演出することができます。ガーデンプラスということで高見えするおすすめ商品を全部で8個ご紹介してきました。外交デザインのトレンドとしてはシンプルが主流。洗練されたシンプルな空間をよりかっこよく見せるにはディティールへのこだわりが大事です。それぞれのデザインはシンプルなだけに配置など使い方のちょっとした違いで雰囲気が変わりますので、気になる商品があった方はぜひお気軽にご相談ください。この動画がおしゃれな外交作りの参考になったよという方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ガーデンプラスでは新築リフォーム問わず外交工事のご相談お見積もりを無料で受けたまわっております。気になる方は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただきお問い合わせください。そして外交のことをもっと知りたいという方はぜひ他の動画もご覧ください。